あ、ちなみにちょっと言うの忘れてたんですけど、は石川さん、もしボストンとか来られる機会あるんやったら、はい。はい。むちゃくちゃ呪われた家があるの知ってます？いや、怒らないです。リジー・ボーデン・ハウスっていう家があるんですけど、はい。1800年ぐらいはい。に、お金持ちの家があったんです。リジー・ボーデンちゃんっていう子が住む家があって、はい。両親殺したらしいんですね、どうも、そのリジー・ボーデンちゃんっていうのが。はその家、その部屋、そのまま残ってるらしいんですよ。い。で、今そこ泊まれるらしいです。ホテルとして営業してて、要は、死んだお母さんが殺害された現場のソファーとかもそのまま残ってるらしいんですよ。そう。それが今ホテル化されてるってことなんですか？そうです、そうです、そうです。面白そうですね。はい。あと体に。地下室とかにはまだ血痕残ってるらしいですよ。その時、当時の。でも体にらしいで悪くないですか？大丈夫ですか？それ。先生。す。僕は行きたくないですけどね、絶対。そんなと先こ生、に。幽霊ダメですか？幽霊。幽霊ですか？はあ、ごめんなさい。ちょっと今電波悪くて聞こえなかったですけど。はい。そんなわけないっす。そんなわけない。ずっと話せてたのに。苦手そうですね。なんか、幽霊は苦手そうですよね。この感じだそうと。ですね。はい。えはい。え。怖いのダメですか？そうです。やっぱ病院とかで働いてると、それっぽいのはやっぱり遭遇するじゃないですか、やっぱり。そなんうか、なんですもうか？全く、物自体は見ないですけど、は例えばじゃあ、その開くはずのない自動ドアが突然開くとかは夜中はやっぱありますし、い。患者さん、僕は直接は見ないですけど、患者さんがいてないはずの病室からナースコールが鳴るとかはやっぱりよく聞きますし、あるんですね、やっぱり。はい。これやっぱありますね。あと、こんなところで話すのが適切かどうかわかんないんですけど、僕らその学生時代に自習室があって、それ昔の病棟を使ってたんですね、自習室を。で、要は新しく病院を建て直したんで、旧館としてそれが残ってて、まあ患者さん入れるにはちょっといろんなその耐震基準だったりとか、アスベストの問題で患者さんは入れられないけど、まあ学生はそこを自由に使っていいよっていう自習室があって、10階建てぐらいやったんですよ。で、自習室が5階まであって、5階以上はもう行けないですってなってて、階段とか防火扉閉まってて、エレベーターも押せないんですよ、上の階。行かないんですけど、ある日突然、僕ら夜自習してたら、女の子が来られて、で、まだ帰らないって聞かれたんで、あ、まだ帰らんよっていう話をして、で、ちょっと、下まで一緒に降りるのだけ、私帰るから、ちょっと下まで一緒に降りるのだけは付き合ってくれへんって言われて。あ、いいです、いいよって言って、一緒にエレベーター降りたんです。で、なんかあったんって聞いたら、いや、この間、エレベーター乗って帰ろうと思ったら、止まるはずない、要は5階から、下にしか降りられない、5階が一番上なんで、その設定されてる一番上なんで。病棟自体は10階まであるんですけど、要は1階押したんですけど、突然エレベーターが動き始めて、上に進んだらしいんです。で、8階で止まってドアが開いたっていう。マジ怖くないですか？突然、行くはずない階にエレベーターが急に動き始めて連れてかれたらしいんですよ。女の子も大丈夫だったんですか、それ。一緒に帰ろうっ女て。は大丈夫。そこからは出なかったんで、外に出てないんで。うーん、ただその後もそういう目で見てみると、たまにエレベーターがわけわからへん階まで動いて、エレベーター外から見ると何階に行ってるっての出るじゃないですか。出ます、出ます、出ます。あれがたまに行くはずない、押せないはずの階にたまに行ってるのを見るんですよね。外から、例えば1階から乗ろうと思ったら、なんか7で止まってるとか、8で止まってるみたいな。そうです。とか、ナウで動いてるのとかもたまにあるんですよ。え、今上行ってるエレベーターみたいなのがあるんで。なら、わかんないですけど、それがまあお化けなのか何なのかわかんないですけど、まあ一応そういう現象は、病院はやっぱり多々ありますね。やっぱあるんですね、病院関係は。はい。まあどこでもあると思いますけどね、多分。わかんないですけど。ただ、我々やっぱり24時間起きてることが多いんで、そんな見やすいかもしれないですけどね。わかんないですけど。僕は先生、入院前なんですけど、そういう話されるとちょっと困りますね、ちょっとね、怖くて。まあでも、今の血糖値の方がもっと怖いんじゃないですか。きっと怖って言いますからね。まあ、そうですけど、それはね、11.7なんでね、それ怖いですけどそね。れもある意味ね、お化けみたいな値出してますんでね。そうですね。心は霊い。はいけるんですけどね。心霊スポットは。わかりました。でもなんかそのエレベーターの話で他も聞いたことあるんだよね。それはお医者さんとか病院関係じゃないんだけど、デザイナーズマンションで、一つの階に一部屋しかない。まあそういうところだったんよ。とある配信者が住んでたんだけど。そしたら、まあ、自分の階が4階だったんだけど、まあ外出してて家に帰ってきて、
ほな、じゃあちょっとエレベーター乗ろうかって言ったら、自分の階の4階のところにエレベーター止まってたっていう。でも自分しか住んでないから普通止まんないわけですよ。まあ誰かがいたずらで4って押した可能性はゼロじゃないんだけど、気持ち悪いよね。で、なんでこれ自分の階に4階止まってんだっつって、まあとりあえずエレベーター乗らなきゃって言ってペッて押して、そしてバッター引いたら中に車椅子1台止まってたっていう。まあいたずらだったんだろうね。めっちゃ怖いいたずらだよね。そう。エレベーターの中に1台車椅子が放置されてた。意味がわからないよね。で、もちろん自分の4階にも誰もいなかったんだけど、トラウマになるよね。ホテルとかに泊まっても怖いよね。外から中も中から外も見えるタイプのエレベーター怖くない？なんか しっかり閉まってれば別にいいけど、なんか昔の方のエレベーターで、なんか見えるタイプのやつあるじゃん。俺、あれで、ビジネスホテルでちょっと一回怖い思いして、まあ、人間なんだけど、まあ、大体、まあ、特に昔はね、ホテ雑なんかもするじゃん、夜中まで。で、終わるんだけど、まあ、喉乾くわけよ。まあ、これは糖尿病ってことじゃなくて、普通に喋ってるからね。だけど、部屋に飲み物がもうなくなってるから、まあ、買いに行くわけよ。まあ、ホテルにあれば、ホテルのどっかの階の自販機のところで買うし、まあ、なかったら、外出てコンビニで買うんだけど、まあ、その時はコンビニだったかな。まあ、外で買って、で、また戻って、つって。んで、俺が8階か9階か結構、上の方の階だったんですよ。んで、ふわーって行くんだけど、まあ、そのエレベーターも古いやつで、中からも外からも透けて見えるタイプのやつで。で、まあ、夜になると暗くなるじゃん。で、4階か5階の時にスーッとが出て、まあ、たまたまずっとこう、もう俺一人しか乗ってないから、そのエレベーターの出入り口のところをじーって見てたら、4階か5階のところで、まあ、降りてくつもりだったから、押さなかったのかも、まあ押してなかったのかもしれないけど、ちょうど4階のところで女の人がこうやってこう、ほんとエレベーターのギリギリのところにこうやって立ってて、俺それで目合いながらスッてこう通過したことがあって、うわっと思ってめっちゃ怖い思いはしたことある。まあ人間だけどね。そう、俺は上行くから、まあ多分その人は降りていくんでしょうね。だけど、まあ怖いよね。びっくりする。1階、2階、3階で、まあ何にもないから、誰も立ってないから、で4階の時だけこうってこうって人立ってるから、ふわってなるっていうのはあるけど。いや、人間だとは思うけどね。なんでそんな近くに立ってたかわかんないけど、見たことはある。で、一番怖いのが、これも人間なんだけど、一番怖いのが、俺ね、癖でやっちゃうのが、俺田舎の岐阜出身じゃん。で、田舎ってさ、家の玄関とかさ、閉めなかったりするのよ、田舎って。もう、なんならお醤油、隣から借りる文化みたいなのもあってさ、田舎は。そう、だから家の玄関とかパーパーなってたりすることあるじゃない。そう。で、その癖があって、なんかその、未だにその、なんか自分家の玄関とか、そのホテル泊まってもホテルの部屋の鍵とか閉め忘れたりするのよ。で、まあ、ある遠征で泊まったホテルで、鍵をかけ忘れて、部屋のね、扉の鍵を。で、そのまま寝ちゃったんだよ。そしたら、夜中になって、なんか、カサ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 、カサ、みたいな、トットットッ、みたいな音がするの。で、何の音かなと思って、パッてこう、目覚めたら、自分のベッドの端のところにそのローブ着た男の人が立ってたの、こうやって。そうで、そしたら、あ、間違えたって言って出てったんだけど、そう、男の人が部屋番間違えて人の部屋入ってきて、ベッドの角っちょのところで立って俺のこと見てたっていうのが一回あった。そう、間違えたってそのまま出てったけどね。いやいや、間違えたってと思って、一番怖かった、それが。うん、知らん人立ってるやつ。いや、人、そう、絶対人はあるね。いや、謝れやと思ったけどね。いや、ほん、だって、俺が起きなかったら、どうしてたのかなと思うとちょっと怖いのよ。本当に間違えたのかなっていう。それをふわって起きたから、あ、間違えたって言って、そのまま、つってこう出てったんだけど。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。